はい。こんにちは。お元気ですか？ああ、よかった。ねえ、柴崎もね、この通り、元気に絵を描いています。さて、今回はね、水彩画の基本の木をやってみたいと思います。今回は、たくさんね、リクエストをいただいた人物の顔の描き方の基本の木です。さあ、どうなるかね。では、ゆっくり見てくださいね。はい。ね。それでは、今日は人物の顔ですよ。もう形は書いてありますので、今から色を塗っていきます。どんな色に塗るかっていうと、ローズマダーとイエローカとコンポーズブルーの3つの混色で、柴崎は基本的な顔の色を作ってます。はい。たった3色なんですけどね、混ぜ方によって色が変わりますので試してみてくださいね。少しこのくらいね、赤い具合の方がいいかもわかりません。まあ、もちろんね、肌の色というのは個人的な差がたくさんありますけども、まあ、柴崎は、まあ、いわゆる、まあ、日本人だったらこんな感じかなっていう感じで、まあ、描いてるんですけどね。今度はこのローズマダーを濃いめに溶いて、ほっぺと鼻と顎のところに塗ってます。耳もそうですね。今度はイエローオーカーを少し加えて、この辺を塗ります。やっぱりこの皮膚の色というのは一色ではないんですね。部分によってもそれぞれ違いがありますので、ぜひですね、まあ、ね、なんか人の顔なんか見て、あそこ何色かなってね、こう分析してみるのも面白いと思います。だいぶ赤くなりました。そこで今度はこのグリーンのライトを塗ってみます。そうすると赤い顔がですね、とても自然に見えてきます。面白いですよ。どうでしょう。ねえ、ほら、変わってきたでしょ。そうなんですよ。このね、グリーンを入れるってのはいい方法なんですよ。そして、コンポーゼブルーとローズマダーをもうちょっと濃いめにして、日陰の部分を塗ります。今日は光が右上から来たという設定ですので、まあ、基本的にはこのお顔の左側が日陰になります。このぐらい大胆に塗ってしまいます。ね、ちょっと怖いと思うんだけども、もうでもね、本気で暗く塗ると光と影が分かれてくるんですね。はい。ではまた赤いとこですね。例えば耳やほっぺ、こんなとこもう一回出していきます。透明水彩はね、乾くと色が薄くなりますので、このように継ぎ足すといいですね。どうかな。こういう顎の下、大事ですね。それから、こう、首なんですけども、首はね、顔よりも基本的には暗くです。まあ、どうしてかっていうね、今日それを説明してる間がないので、まあ、そうなんだと、今日は思ってくださいね。またいずれ、基本の木でね、顔の構造についても、またやってみたいと思いますけども、今日は主に色をどう置くかっていうことを基本の木としていますので、まあ、そこを見てくださいね。今、鼻の側面を思い切って塗りました。こうですね。それから鼻の下側ですね。こんな色になっています。どうですか？部分によって色が違うでしょう。それから目のへこみですね。ここです。ここは大事ですね。はい、後で目の描き方の時にお話ししましょう。こんな雰囲気です。結構柴崎慎重に描いてるでしょ。そうなんですよ。大事なところだからですね。そして顎の形、額の形、額もこう、日向と日陰のね、折れ曲がる場所は決まってるんですね。
またこれ、いずれお話したいと思います。さあ。ねえ。また少しずつ強い色を出してますよ。耳の中ですね。はい。そして、また首ですね。しっかりと顔と首を分けていきます。はい。鼻の側面を時々色を足して、立体感を強めましょう。乾いてきて明るくなったので、またホップの赤みなんかを足してます。ほら、少しずつお顔ができてきたでしょ？ね、ホップの赤さもバーミリオンで加えましたよ。こういうね、でも血の赤さってのはとても大事なんですね。どんどん血の色を加えてます。これでなんか生命感の宿った人物ができるんですね。さあ、今度はね、背景塗ってます。やっぱりお顔だけ描いてると良くないんですよね。どうしてもだんだん慎重になっちゃいますので、こういう時は思い切って背景を大きく塗りましょう。で、その色を今髪の毛に当たる部分に、塗り重ねてます。もう背景と今日のテーマである人物を常に一体化するように描く。これは、どんな絵を描くときも大事ですね。そして筆を割って髪の毛をその背景の色が乾かないうちに塗ってます。ほら、だから背景に今溶けてますよね。滲んでるでしょ？ほら、滲みます。これが大事ですね。さて、ここ、指で引っかきますよ。この指の引っかきはね、ちょっと練習が必要かもわかりませんね。はい。では、こっちも筆を割って、髪の毛を描いていきます。柴崎が使っているのは20号の丸筆というね、太い筆です。こういう時はね、やっぱり太い筆がとっても有効なんですね。細筆で髪の毛を描こうと思うと、こうはできません。ね。ぜひ、これも基本の木ですから試してみてくださいね。さあ、だんだん髪の毛が、ね、お顔の上に乗ってきましたよ。またちょっと引っかいたりもしてます。はい。楽しいですね。こういうやり方って。だんだんこちらに行きます。ね？そして、また、ここで背景を塗りますよ。こうする。ね。ほら、髪の毛一部溶けましたよね。いつも、背景と一緒に、本体を描くという。それも、大事な、基本の木ですね。ただ顔を似せて描くということに一生懸命ならないんで、やっぱり似せて描くも大事だけども、やっぱり常に背景と一緒に絵画的な表現です。はい、ここ思い切って暗くしました。そして今、後ろから強い光が当たったように表現しています。では唇です。唇も基本の木でポイントはいくつもあります。ここですね。今筆先でちょんちょんと描いてます。唇ね、こう芝がやってるでしょ？そしてそこが光ってますよね。その表現です。そして口角。ここに暗い色をくっと置いて、で、唇の側面を暗く塗りました。こうですよ。箱を描くつもりです。ここをちょっとこう弱くすると、ほら、唇です。今、歯の色を塗ってから、上唇を描いています。上唇もね、ただ赤い色ではないんですね。さあ、唇の描き方ね。これ大事な基本の木の部分ですよ。
ほら、これ暗いんですね。唇、特に上唇は、こう、真ん中のところからキュッと尖って出っ張ってるんですよね。そういう感じがとっても大事です。さあ、だんだんそこをね、表現しようと思ってやってます。こうですね。さあ、歯が少し見えた感じですね。はい。どうでしょう。そして、ここですね。鼻の部分です。鼻の下を暗く描いてから鼻の穴です。この鼻の穴もただ黒い穴じゃないんですよね。さあ、その鼻はこの目頭からまっすぐ降りたところに小鼻が来るようにします。そして、今ここを色を通って、まあ、微量、まあ、要するに、鼻の柱ですね。そこの形をしっかり作りました。では今度はここを色を取ります。ちょっとこう明るくします。これは大切なところですよ。これは目がね、こう丸くなった状態を表現したいためですね。左右にこうして暗くして真ん中を明るくします。目というのは見える目の玉だけが目じゃないんですね。この目のへこみのところに全体に大きな目が入っているというふうに書きます。そして眉毛ですね。これも折れ曲がり屋が決まってます。目尻が終わるあたりから眉は曲がるんですね。さあ、それではいよいよ目の玉を描いていきます。ここですよ。ここ、上の方をちょっと暗いブルー塗りました。そして目頭に赤い色を置きました。これは大切なポイントです。さあ、今度はちょっと前髪を描きましょうか。ですね。さっきと同じ太い筆で大胆に描いていきます。こうですね。思い切ったタッチですよ。タッチを生かします。だからこれは練習が必要ですね。はい。そしてここ色を少し取ったり明るくしたりして、額の丸さを表現します。どうですか？前髪見えてきたかな？やっぱりこの髪の毛も顔のあるいは頭の丸さを考えた描き方が大事ですね。はい。さあ、それを意識してこの髪の毛の下に隠れている頭の丸さを意識しています。では、目の線ですよ。目の線は上まぶただけ暗く塗ります。ここは大切なところですね。はい。そしてまたここですね。少し暗いブルーで塗りました。これはまぶたのがですね、前に出てきて、そのために眼球が日陰になっているという表現です。ここは大事なところです。ね。まぶたは前に出てるんですね。そのために目の玉は上の方が日陰になってるってわけです。目の線、下はあまり描きません。これも大事なところです。ぐるりと同じ線で描くと、とても違和感のある目になってしまいますので気をつけましょう。今、二重まぶたも両端を強く描いて真ん中を弱くです。そして目の玉ですよ。まず明るい色からです。そして暗い色です。こうですね。そして光の来た方向に髪の白を残して光を作ります。はい。そして真ん中に瞳ですね。さあ、目ができましたよ。どうかな？うん。ねえ。はい。ね、でもあまり目をね、強く描きすぎないのが大事ですね。今度はここは色を取って、鎖骨を描きます。はい。
ここですね。はい。この肩の部分ね。この構造。この鎖骨ですね。はい。よいしょっと。こんな感じかな。うん。では、その鎖骨を意識して、肩紐を描きますね。はい。肩にかかった紐ですから、鎖骨の形に応じて、形がこうなります。はい。ねえ。さあ、だいぶできてきましたよ。これはここでもう一回背景を強く塗りましょう。そして、顔と背景を一体化させます。さあ、楽しんでいきましょう。ねえ。もう、どしどし、絵の具の効果を試して、はい。これで出来上がりです。ねえ、書き上がりました。これでしたね。柴崎書きながら、あれこれ喋っていたでしょ？はい。ねえ、やっぱりこう、顔となると、まあ、いろいろ書きたいけども、やっぱりこの目鼻口ですよね。そういうものをどう考えて、どうやって表現したらいいのかね。まあ、そこのとこ、主な基本の木として、お話しながら描いてみました。はい。参考になったかな？今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。また、この基本の木ね、やってみたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとう。はい。またすぐに会いましょうね。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アーツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アーツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所、それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。